12月5日、おはようございます。パフューム講談です。今日はですね、Amazon のブラックフライデーでイヤホンが安かったので買ってみました。お値段が3144円のイヤホンでございます。Amazon の商品ページではもう削除されてないんですよね。なのでちょっと怪しさ満点のイヤホンなんですけども。もう明らかにね、Apple の AirPods Pro の、ね、パクリなんじゃないかっていうぐらい似てますけどもね。では開けてみたいと思います。よいしょ。 はい。ああ、まあ、お決まりのアフターサービス。ユーザーガイドですね。えー、日本語も書かれてますね。操作、えー、気になる方は一時停止してみてください。えー、では、本体を見ていきましょう。うわー、なんかもう、やっちゃってんな、これ。梱包がまたすごいひどいな、これ。イヤーピース3種類ですね。ライトニングケーブルがついてました。開けてみますと、まんまですね。 何とは言いませんけど。では、ちょっとペアリングしていきましょうか。蓋を開けると、名前がですよ、AirPods Pro になってますね。本当かよ。ええー、とですね、こちらの iPhone6 でペアリングしようと思ったんですけど、相性が悪いので、iPhone8 でペアリングしたいと思います。蓋を開けて。はい。おパチモンだけど、ちゃんとね、AirPods Pro って出てるわ。 あの、言っときますけど、駆動パチモンですからね。3144円ですからね。そこのとこ、間違いなく。ってか、これほんといいのかなはい、出ましたね。これでもう繋がったのかなちょっと耳にかけてみましょう。ちなみに、こんな感じのイヤホンです。もうまんまですね。ここに、あの、本家と同じように、側面にタッチパネルがあるタイプです。音質チェックも兼ねてね、Perfume の曲を聞、えー、いてみたいと思います。じゃあ、最近のスミックディスコ。 聞いてみましょう。うん。はいはいはい。ムーン聞いてみようかな。うん。うん。はい。そうですね。もう、音悪いな <laughs> うん、音の悪いエアポッツですね。もう、すんごいこもってる。お風呂で聞いてるみたい。やっぱりパチモンですね。えーと、ではですね、こちらの偽物のエアポッツプロえー、しばらく使ってみたいと思います。 今日は12月9日になりました。丸3日ぐらい使ってみたんですけどもね、ひどかったですね。<laughs> iPhone との相性がまあ、すこぶる悪いですね。設定でも、こうやって出るんですね。で、こっから、あの、ノイキャンとか、もうこういう設定もね、出てきてしまってるんですよこれ。試してみたんですけど、ノイズコントロールっていうのはね、一切ないです。あの、全部、 シリにななっっちゃいいいますすねねミーっていうか、ね、意味がないです自動耳装着検出。これもね、機能はしていないですね。まあ、よくできたパチモンですかね。まあ当然 AAC っていうコーデックはないと思うんですよ。えー、まあせいぜい SBC だと思うんですよね。なので、Android のスマホに接続して聞いてみたりもしたんですけども、結構音が悪かったですね。まあ iPhone で聞くよりかはちょっとだけマシになったかもしれない。a i r p o d s Pro の パチモンですけども、音楽として聴くのであれば、Android のスマホで聴いた方がいいかもしれませんね。あと、いろんなデバイスで聴いてみたんですよ。えー、Google Chrome だったり、Windows のパソコンからだったり。うん、でも結局ね、この Android スマホで聴いた方が、まあ、いくらかましうん。それでも、音は悪かったです。その後、あの、Amazon とかでもまた売ってないかなと思って見てみたんですけどもね。やっぱりね、調べてみたら結構売ってるんですよね。こういう類の。 ってね、あ,のあからさまに AirPods Pro ですよとはまあもちろん書いてはいないんですけどこういう形状でなおかつ充電がライトニングケーブルですよっていうものは間違いなく蓋を開けてみたら AirPods Pro のパッチモンだと思いますので、えー、まあこれを、ね、買うくらいだったらもうこんな感じのもう分かりきったような似たような商品を買った方が僕はいいと思います。 なので、これからね、ワイヤレスイヤホン買おうかなと思ってる人はね、もうこれだけは絶対に買わない方がいいです。もう3000円をね、捨てるようなものですからね。では本日は以上です。したっけ